こんにちは、カズです、今日も、生ライブ YouTube 配信もしていただきまして、YouTube って確か世界中で見れるんですよね。違いましたっけ？もしかして、そうですよね。見る人がいればいやいや、見る人が見ればですけども、配信自体は世界に配信されてるとですよね。だからまあ、日本語で喋ってたんじゃね、外人さんは分かんないかもしれませんけど、確かそうですよね。まあ、そんなことでですね、アピア40の皆さんには、スタッフ皆さん、毎回ですけど、今日は録音もしますが、映像をですね、 YouTube で流していただいて、非常にありがたいですと。でさっきちょっと内輪で話してたんですけど、何としてでもファンを作って、アピア40で歌ってるよというのをもう宣伝したいと、もう10年前から言ってますけど、なかなかですが、でも今日は、一緒にね、演奏してくれる、尾又さんっていうね、後ほどまたゆっくりご紹介もしますが、キーボードが入ってですね、もしかしたら、だいぶ今までとは違う数の、カズプラスワンの、演奏を聞かせてかっこ悪いと。いや、実はですね、ちょっと考えたんですけど、僕は木村和夫 KK で、で尾又さん尾又幸宏、広幸間違っちゃう、王と K じゃね、 OK かとかね、 KO かみたいなね、話なんですけど、広幸さんで、だからそんなこともちょっと考えながら、ちゃんとしたね、そういったリングネームもちゃんと決めなきゃいけないかなと思ってます。まあ、じゃあまあとにかく、7月になりまして、また次回は9月ですけども、できましたらこういうメンバーをどんどん増やしてですね、できるだけ、広く、皆さんに、お届けできるように頑張ります。では行きましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。二人の空間。
過ぎてく明日もまたきっと会えると願う僕の坂道明日もまたきっと会えると願う僕の坂道年がいもなくですね、僕の坂道なんていうね歌を作ってしまいましたが本当にあった話です。普段は本当にあった話で歌は作らないんですけどどっちかというと想像です。まあ、次は想像で作った歌ですがぜひお聴きください。木漏れ日切ない思いで悩み続けた日々誰にも打ち明けられずにいた時届いたあなたの手を振る写真にドキドキと私の中の時計が私を支えて今も輝いているからどんなに辛くとも幸せを感じて明日も歩いて季節が変わると思い出す風春には二人で出かけた散歩道夏には目覚め始めた彩り私の目の前を映しては逃げてゆく跡形もなく消えてゆくあなたの言葉は私を包んで勇気を与えてくれるから一人じゃないからあなたがいるから
ただけるとなんとなく心にいろいろと訴えられるかなと。それが君の描いた未来なら誰が止められるだろうか。どうして止められるだろうか。出会っても二人の夢が叶うと願ってたけど、愛する気持ちは変わらないけど、君が選んだ道だから君を見送る。雪降る夜に振り返る笑顔でも笑って見送るよ。雪降る夜に君を見送る日にバイク走らせ、冷たい雨に頬を打たれて、遠くで手を振る君が見えてきた。先ほどね、今日はあの2人ピアノを弾く人が小松さんでしょ、あと岡高田さん、すいません物覚え悪くて、高田さん他にあのピアノ弾ける人います？弾けます？弾ける？弾ける？弾けないよね僕もあのほとんど何にもできないっていう感じでですね、ダメですよね。やっぱりあのピアノが弾ける人って本当に羨ましい。
あのギターってほらあのエレキなんかってこう、まあ、弦が6本ありますけど別に6個の音が鳴ってるわけじゃないんでしょ。よく知らないんですけど、ね、あのこういったアコースティックはなんとか音を出しても6本でもピアノってね10本指があるんで、でも10個の音をいっぺんに出すってことはあんまないのかもしれないんですけど、こうちょっとこう指をずらすと9スだとか11スとかね。でギターだとなんかすごいこう指がこうなんつうんでしょう、難しくなるじゃないですか。だからこうなかなかあのなんつうんでしょうね、そういう変わった音っていうんですかね、こんなねみたいな、あのなんとかこんなような音も使ってみたいんですけど、指があのなんつうんでしょうね、追いつかない。まあ、そういう意味じゃピアノを弾ける人って羨ましいなっていつも思いながらいるんですけど、一度あのピアノもあの少し挑戦したことがありまして、あの右手はドレミアソラシドできるんですけど左手のドレミアソラシができないっていうねことで、あのまあ挫折はしてるつもりじゃないんですけどちょっと遠ざかってると。そのうちあの数もピアノを弾き出したっていうことで、うちの山本さんにねいろいろと教えてもらえたらななんて思いつつ、次の曲はですね、まあそういう意味じゃあの、どっちかっていうとこうピアノが入ったからこそ、いい曲で聞こえるかなと思いますんでお願いします。はい、夢笑顔で包んでくれるでしょう。幼い私の心を見抜いてそっと締めてくれるでしょう。雨の日も風の日もずっと待っていた私に届いたメールにはあなたの旅立ちの空を見てるの変わらぬ風景があなたを待っています。どんなにどんなに私の肩を抱いて振り返るとそこにあなたがいる夢を見ました。涙で溢れました。
つも通りよりは正確に時間が過ぎていまして、ね、ちょっと余るぐらいですよね。うんっていうかじゃあここでなんか一曲みたいなね、とりあえず今日7月30日小松さんと2人で出まして、また次は9月17日に今小野さんもいろんななんかバンドを掛け持ちされていてですね、どっちかというと僕よりも有名な方かもしれないということで、いずれね、慶応コンビ OK コンビ、分かりませんけど、まあ、なんとかね少しでもここはもう毎回言ってますけどね、埋まるように頑張りましょう皆さんね。ぜひね、こう3人でここを埋めると、ね、約束していきましょう。今年中になんとかそう、ね、やっぱそれは大事ですよね。まあそんな何だとですね、曲はどんどん進んでいくんですけど、まあ今のところ5曲をですね練習してきておりまして、次がそういう意味じゃ5曲目ということでですが、そうありがとうございます。なかなかですね、そのうちアウンに、やっぱバンドっていうのがアウンになってくるっていうね、さっきもちょっと私が歌をリハーサルで間違えてもですね、もうボーカルについていくしかないよね。1番を2回歌おうが3回歌おうが感想を忘れようが、バンドってそういうもんだなっていうちょっと話をしつつですね、先ほどちょっと私がリハーサルで間違ったのをフォローしてくれたと、だんだんそれがアウンでですね、これが出来上がってくるんじゃないか。でそのうちベースだとかドラムとかを入れて、なんとかなんとかっていうのは、まあ、曲をの幅を広げてい、きたいなとすごく思ってます。それではですね、あなたは描いてっていう、大体私の曲はギターで作ってますから、あまりアップテンポって少ないんですけど、これもあんまりそんなアップテンポじゃないんですが、一曲最後にお送りしていきたいと思います。あなたは描いてです。何もならない時がある。誰かを責めても何もならないことがある。過ぎてゆく置き去りの人生に今少しだけ明かりが見えてきた気がした。人生なければならない時がある。そんな時でもあなたを思えば痛みに失くくらい長い道のりでもあなたがいれば足を止めずにいられる。突き抜けてShe might have
ありがとうございました。